俺は…喋らないで。約束通り、今からあなたをダナに向けて送り出すわ。次に目覚めた時には故郷よ。あんたは…私はここに残って同胞への責任を果たすわ。私たちレナの問題にダナのあなたを巻き込んでしまって本当にごめんなさい。が…人生用の仮面があなたの心が壊れるのを防いでくれているわ。安心して眠りなさい。麻酔をかけるわ。さようなら、バルフェ。予想以上にひどい。短期治療では対応しきれない。冬眠機能を併用しての長期治療に切り替えないと。長期治療でも生還率1割以下。しかも仮面の長期使用による精神および感覚系への障害誘発の可能性大。そんな。戻らないとレネギスが持たない。この星船だって。あなたとの約束を果たすことにはならないかもしれない。それでも助かる望みがわずかでもあるなら。これでいいわ。アルフェ、生きて。今のはネヴィリがアルフェンをレネギスから脱出させた時の。彼女はアルフェンを必死に助けようとしてたな。レネギスも危ない状態だったのに自分は残ったんだね。300年経っていたのも、記憶と痛みを失っていたのも、お前の命を救うための苦渋の決断だったのだな。ああ、そして俺は今ここにいる。彼女のおかげで。その彼女の思い、君はどう受け取るつもりだ？彼女は約束を守ってくれた。その彼女が守りたかったレナの人々が何かに支配されているというなら、俺は戦うまでだ。ネヴィリが俺にあの仮面を、鉄仮面をかぶせた。あなたの心が砕けるのを防ぐために。痛みも記憶も失う可能性を分かっていた。それでもあなたに生き延びてほしかったんだわ。この中で見た場所じゃないか。そうだ。300年前ここで儀式が、奨励の儀が行われたんだ。かつてここにレナス・アルマがあった。ここでアルフェンとネヴィリが。レナス・アルマだけでなく、赤い女もいる気配はないな。アルフェン、すまないが今は感傷に浸っている時ではない。先に進もう。
ネビリ、これはまたダナの声の仕業なのか。奨励の儀から1年、あの時王アルフェンを暴走させた力が今は私の中にあって、なおも恐るべき未来を見せてくる。なんかこれまでの幻とは違う、もっと具体的に伝えようとしてるみたいな。あの日私たちがしたこと、そしてその身に起きたことを思い出さない日はない。奨励の儀が何のためなのか最後まで教えられることはなかったけど、王であるアルフェンはレネギスそのものに意識をつなぎ制御する。人一人の手には余るはずのその制御をレナス・アルマの補助で実現する。それがあの日行われたこと。私巫女の役割はその巨大な力を安定に導くことだった。レネギスそのものと。ではやはり今起きていることは。でもあの時力が見せた破滅、自分たちのしていることがそれを招くと悟った私は思わず反射的に役目を放棄してしまった。巫女を変えた儀式は失敗し、意識を飲み込まれたアルフェンの力は暴走してしまった。原因となった力を私は巫女の力でどうにか自分の中に封じ込めた。でも結果としてレネギスは崩壊寸前となり、大勢の同胞が死んだ。全ては私のせい。この私の中に眠る破滅をどうにかしなければならない。それがせめてもの償い。でもどうすれば。力は精霊力そのものなら、皮肉にもレナス・アルマが助けになるかもしれない。レナス・アルマの中では精霊力は外から干渉されない限り極めて安定した状態になるから。王と巫女の力で力をレナス・アルマに移すことができれば、あるいは私にはそれを行う術がない。レナス・アルマは失われてしまったし、王のアルフェンは遠い故郷。今の私にできることは巫女の力で世界に破滅をもたらすこの存在を封じ続けることだけ。レナス・アルマが再び作られ新たな王が現れる日まで、たとえ子孫にこの呪いを託すことになっても。ごめんなさい、私のせいで辛い思いをさせて、何もしてあげられなくて。待って、あなたは。ネヴィリ、今のはネヴィリが残したのか、それともダナの声なのか、一体。これは300年前俺とネヴィリが儀式で着ていたものだ。これが
巫女の装束。ああ、王と巫女それぞれの能力を高め補助する機能があると聞いた。なんでそんなものが急に。きっといつか茨に立ち向かうことになる王と巫女のためにネビリが残してくれたんだよ。この姿は俺たちが追う謎そのものと直接結びついている。残してくれたのは謎を解けというネビリの意志だ。レナス・アルマがあれば茨の元凶となっている精霊力を無力化できる。つまりネビリが言ったのはそういうことか。マスターコアや修霊機に精霊力が意志を持つのを妨げる機能があるのではというのは以前から言われていたことです。もしそうならレナス・アルマにも同じ機能があっても不思議ではありません。王と巫女はここにいる。あとはレナス・アルマさえあればシオンを茨から解放できる。シオン本当なの？本当に？ああ、茨も破滅の未来も回避できるんだ。だが目的が異なるとはいえ奨励の儀は一度失敗している。水を差すようだが同じ取り合わせである以上楽観は禁物だろ。分かっている。だが可能性が見つかったんだ。自分の力で切り開ける道なら俺はそこにかけたい。私今心からホッとしている。そんな風に思ってはいけないのに。世界の危機もまだ解決していないのに自分の望みが見えただけで。でもいけないなんてことないよ。望みが見つかったんだもん。むしろ喜んで当たり前だよ。そうだぜ。危機の方は危機の方でしっかりやればいいんだ。ありがとう。ネビリは私たちに世界の未来を託した。その思いに応えないと。となればいよいよレナス・アルマを見つけなければな。ああ、ここまで来たらレネギスだろうとレナだろうと見つけ出してやるぜ。うん、シオンも世界も絶対に守らないとね。付き合おう。それでまた新たに明らかになる謎もあろうしな。素直でないですね、あなたは。あなたは本当に奇跡を起こすのね。俺一人じゃない、みんなで起こしたんだ。シオンも含めて。先へ進もう。俺たちにはまだやるべきことがある。ありがとうネビリ。俺を暴走させた力をネビリが封じてくれた。俺を止めて命を救ってくれたんだ。でも封じた力はシオンに受け継がれてしまった。すまない。俺のせいでシオンはずっと呪いを。違うわ。儀式の成功を破滅を回避したから暴走は起こった。あなたは業を背負わされ300年も眠ることになった。アルフェンが記憶を失ったきっかけはシオンを苦しめてきた呪いと同じ。イバラ。全ての始まりだが消せば全てが終わる。イバラがなくなる、そんなこと夢にも思わなかった。うん、本当はずっと考えてた。イバラがなかったらって。家族と触れて、友達と遊んで、リンウェルと手をつないで、ローを引っ叩いて、みんなと抱き合って、普通に、一緒に、
できたらいいなっていつも思ってた。信じていいの？期待してしまうことが怖い。やっぱりダメだった。そんなことにはならない。そのために俺はいるんだ。運命でも宿命でも使命でもない、シオンと生きる。普通にさ、やりたいことたくさんあるんだろ。ええ、不思議な気持ち。きっとこれからも戦うのだろうけど、生きるため、自分のためというのは。それでいいんだ。信じるわ、アルフェン。あ、俺も戦う。戦い続けて絶対に掴み取る未来を。ネウィリーって人は心のでっかい人だったんだな。立場のせいもあったろうが、レナとダナの違いも彼女にとっては大して意味がなかったらしい。ああ、それを彼女は俺にも教えてくれた。その上で俺をダナに返してくれたんだ。しかも同胞のため自らはレネギスに残り、恨み事一つ言わなかった。見事なものだ。自分と他人、レナとダナ、彼女にはそういう何かを隔てる壁がなかったんだわ。壊さなきゃならないような壁がなかったか。そうだな、そうかもしれない。そして君はその彼女の思いを受け取った。ああ、私たちのお手本、先輩かな。そういう人だったんだね。にもって感じの扉だな。ここが一番奥なのか。レナス・アルマと赤い女もこの中なのかな。ここまで来たからにはそうであってほしいものだな。おそらくここも王にしか開けられまい。アルフェン、お願い。どんな秘密が待っているか見極めよう。一般の居住区とは随分様子が違うわね。ああ、むしろこれは楔の中と同じだ。ダナの精霊力もあの時以上に感じるよ。レナの支配者のための区画にしてはおかしな感じだな。変わった趣味の持ち主なのかもしれないぜ。見た限り作られてからそれなりの歳月が経っている。趣味だとするならレネギス建造当時の誰かのものとなるか。ただこの異質さは芸術でいう大敗とも違う。なんだ芸術大敗。趣味も度が過ぎると奇妙奇抜に陥るという話だ。興味があるならじっくりと聞かせるが。
それ聞いても腹は膨れないよな。芸術が満たすのは腹ではなく精神だ。なら精神が腹すかした時に頼むわ。頭なら大体いつも空っぽじゃない。やかましい。ボルラン、本当に生きていたのか。レナス・アルマもあるわ。それじゃやはりここで奨励の儀を。だけどなんだか様子が変だよ。全く気にならん。諸力を急合すべし、始まりの入り混じりより現れしよう。未だあるべきに至らざれば、よろずを煮えに。レナの採用、まことの王の見合い。何があったのだ。自我も失い、まるで機械の一部のようだ。ねえ見て、あれって。これは巫女の紋章じゃないか。まさかこの部屋全体が巫女の代わりを果たしているのか。一応稼働しているようだが、すでに儀式は行われた後なのか。その結果がレネギスの変形なら、儀式の目的はダナの精霊力を根こそぎ奪うことだったことになる。だが奪う理由は何だ。それほどの精霊力を黒幕は一体どうするつもりだ。わからない。だがどこかであの破滅につながっているのは確かだろう。それにダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。とにかくレナス・アルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。いきなり襲ってきたりしないよな。動かすな、ロー。アルフェン！赤い女！ようやく会えたな。お前には聞きたいことが山ほど。待て！何？同じ顔？何？何なのこいつら！ちょ！レナの支配者なのか。どうやら話をする気はないと見える。ここは戦うしかないわ、アルフェン。このままだと私たちの方が危ない。分かった。とにかくこいつらを止めろ。動きを封じてやろう。フリーズランドは私に任せる。確かに発射する。オーハセイラ、オーハセイラ、魔人戦闘力踏みない役は仕掛ける。ノメガルオーハセイラ、カタチセブン、オーハセイラ、カエスコーン、ホルトに残った。任せる。行くわよ。こっちの番だ。
味方に降り注げ。やめて行け。やめて。やらせるか。あいつの方だ。諦めろ。これ以上は無意味だ。今度こそ降参したのか。精霊力、気をつけて。そいつまだ何かする気だよ。何？自爆だと？アルフェン！大丈夫だ、なんとかかわした。ヒヤッとしたぜ。誰の許しを得ている？やろう、目を覚ましやがった。どこかと思えば、ここを知っているのか。当然だ、俺のために作られたのだから。だがそんなことはいい。それより貴様の首に用がある。この後に及んでまだ俺が憎いのか。貴様は俺に傷をつけた。王であろうとなかろうと絶対に許さぬ。強がりはよしなさい。身動き一つできない身で。そう見えるか。こんなもので俺を縛りつけておけるなどと思うな。自分は支配者だからとでも言うつもり？
王も鋭ども全て誰かの思惑で与えられた地位に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力なぞ得て当然のものを得たに過ぎん。どうかな。すでに我々は王とは支配者ではなく特定の能力と役割を与えられた者の故障だと知っている。君はかつて他にもダナからさらわれた者がいたと言ったな。ああ何人もな。そして俺以外にみんな死んだ。成功率の低さにもかかわらずそうしたということはどうしてもダナ人でなくてはならない理由があったということ。そしてあの研究施設の記録、君とボルラー、300年の開きはあるが記録上の扱いは全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。それってアルフェンみたいに連れ去られたってことなら、その前はダナの奴隷だ。俺たちと同じ。違うか、ボルラ。レナ人のふりをして同じダナ人を苦しめてたってのかよ。なぜだ。奴隷の苦しみを知っていたならなぜそれに加担したのだ。レナもダナも等しく人間。俺とそれ以外あるのはただそれ。俺は全てを手にしその上に立つ。これも俺のものだ。赤い女。まだいたのかよ。レナにいる貴様らの主に伝えろ。俺をコケにした報いは必ず受けさせるとな。やめろ。レナスアルマが。いかん、ここは危険だ。脱出するぞアルフェン。常に俺が後ろにいると知れ。行きましょう。忘れるな。俺は全てを食らう者、断じて祭ろう者にあらず。俺は支配者。俺は。二人とも大丈夫？はあ。問題ない。ボルランは死んだのでしょうか。そう願いたいものだ。あの赤い女たちも一体何だったの。あれが私たちの追っていた黒幕。レネギスの兵士やフィアリエを差し向けたのも。あの怪物どもがかよ。いやそれよりまたあいつらにレナサルマを取られちまった。
くそ、これで二度目だ。取られたなら取り返すまでだ。俺たち自身のため、そして託された未来のためにも追うんだ。レナに向かおう。レナに？ボルラーンはレナに赤い女の主がいると言っていた。あの異形が赤い女の正体なら、その主というのは、ああ、人間ではない何かということもあり得るな。それが本当の黒幕ってこと？それがレナにいるの？レナス・アルマを持って今さらダナに向かうとも思えんしな。追うとすればレナ、同感だ。よし、星船に戻ろう。それにしてもまさかボルラーンが本当にいるなんてな。レナもダナもあの男にとって何の意味もなかったよ。俺たち何のことも驚きだが、赤い女があんな怪物だったとはな。ああ、人みたいな形はしてたけど、どう見たって人間じゃなかったよな。そうね、レナ人でもダナ人でもない。言葉が通じるのかさえ。人間から作ったズーグルとか。さらりと怖いこと言うなよ。シオンもティオハリムも見たことはないんだな。ない。が、あれがスルドの傍らに立ち続けた赤い女だというなら、少なくともこちらの言葉は理解していると見てよかろう。レナのこと、イバラのこと、聞けるものなら聞きたかった。自爆したのは差し違えてでも私たちを倒そうとしたからか、それとも何かを隠し通そうとした。どっちもありそうだよな。おまけにレナス・アルマも盗んでいきやがって。まあ、次に出くわした時は知ってることを洗いざらい聞きたいもんだ。
この弾丸で。マリトカス。確実に。ついてる。なんか機嫌いいな。邪魔をするな。ウルフ並みに速そうだな。危ない。止める。アクションを奪って極寒のスピードよ。なんて速さだ。その足私が絡め取ろう。今だろ。手を離そう。足を。これで終わりだ。傷を出すか。食らえ。手足を。手足を動きを止める。息の根止める。今だ。どこだ。ここ私の手が必要か。下げろ。封じ剣。諦めて。熱血戦。切り締まる。下げろ。封じ剣。封じ剣。貫く。任せてくれ。水の精霊。炎の前に。氷の槍を剣砲力。フリーズランド。剣砲力。ワンサ。いざ。目の前に決めないことを。決めた。決めない。しよう。発展で。次も頑張るよ。Thank you.
落ちたんだ。真っ暗だぞ。照明が消えている。まさか金量の奥が壊れたから。デューは？あんたは？フィアリー、アバキール、無事だったか？アバキールから聞いたわ。私があなたたちを襲ったってことを。覚えていないらしい。やはり操られていたのだな。タルニガスのことも聞いたわ。本当なの？肯定も否定もしたところで意味はあるまい。あなたはいつもそうやって。フィアリエ、その話は後だ。テュオ、レネギスが大変なんだ。それは見ればわかる。都市の機関機構に障害が発生したんだ。一部はかろうじてまだ動いているが、復旧にもう少しかかる。君が対応しているのか？一級技工士の君が。それなら問題ないんじゃないの？住民の間で不安が爆発しそうなんだ。これまでいつだって何かあれば王が布告を出してきたのに、いつまで経ってもそれがないところにこれだ。このままじゃ復旧より先に暴動が起きるかもしれない。おそらく王が何か告げることは二度とあるまい。なんだって？どういう意味なんだ？王とは我々が思っていたような存在ではなかったということだ。おそらく存在しないと言った方がいいかもしれない。何を言い出すの？スルドのあなたが王を否定するなんて一体。今は説明している時間がない。それよりこのレネギスの状態を何とかした方がいい。暴動を抑えるんだな。何か考えがあるのか？暴動ってのは大体不満とか不安が引き起こすんだ。だから安心させてやるのが一番っていうぜ。安心？つまり誰かが言って聞かせるって。今このレネギスで一番上位にいるのは誰なんだ？レネギスは代官を置かず王が直接統治している、そういう話でしたね。そうだ。そしてスルドも残るは一人のみ。なるほど、こういう巡り合わせだったか。アバキール、まだ使える設備はあるか？王はなぜ沈黙したままなのだ？誰か、一体どうなってるの？我々はこれからどうなってしまうのか？レネギスの全ての同胞に告げる。私はスルド、ティオハリム・イルル・ケイス。ティオハリム様だわ。だが、なぜティオハリム様なんだ？王は？それにスルドブリガはどうしたんだ？王が対応できない状況にあるため、スルドの権限において私が代行している。現在諸君が不安の中にあることは承知している。どうか慌てず落ち着いてほしい。都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており順次復旧する見込みだ。今諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでもらいたい。レネギスは王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々が細かな違いにとらわれず心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追い立てる者としてではなく、支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。みんな
あなたの言葉で安心したみたい。大きな混乱は起きていないわ。しばらくはこれでしのげるだろう。さっきの話は本当なの？王がいないかもしれないって。まだ断定はできない。だがおそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界はその実まやかしに満ちていた。そんな。僕は信じるよ。禁漁でのことやフィアリアのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つ者が必要だわ。いるじゃないか、ここに。あなたが？本気なの？今はまだなすべきことがある身だが、ことが済めば戻ってこよう。だが私は王ではない。君たちが知るような形の支配をするつもりもない。でもそれならどうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、さまざまなものによって認められるようになるだろう。例えば音楽のような。再会した時あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね、ティオ。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。頼む。メナンシアに戻るには時間がかかりそうですね。すまない。メナンシアの人たちは自分の面倒が見られます。でもここの人たちには導くものが必要でしょう。それにあなたがレナ人の町を導くなら、それだけ早くメナンシアの外にも共存が広がるはず。腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このティオハリム・イルル・ケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ。支配者ではなく指導者として。君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かうんだ。レネギスの人たち安心できたみたいだな。ローの助言あってのことだ。おかげで助かった。語ったのは大将だぜ。じゃあみんなのお手柄だね。結局ある意味において私もまた奴隷だったのだろうな。レナのスルドだったあんたがか。レナの体制や価値観に縛られ、それに抗う意志も持たず流されるままに諦めて生きてきた。過ちを悟った後はただ罰せられることだけを望んだ。そう、レナの鋭だった私がだ。俺も似たようなもんだったさ。従順な周りにイライラしながら、自分でもどうしていいかわからなかった。奴隷かそうでないかを分けるのは自分自身の主でいられるかどうか。
ローの父親ジルファの言葉だ。ジルファは俺に戦うことを教えてくれたが、それは生きるためだった。たとえ道半ばで倒れたとしても自分の意志でそれを選び後悔しないなら、それはもう奴隷ではない。逆にどれほどの高みに座していようと、心が自由でなければ奴隷と同じ。そうだ、今ならわかる。ジルファという男、つくづく会ってみたかったものだ。俺も今改めて尋ねてみたいよ。彼から渡された火を俺は正しく受け取れたのか。君はいつから気づいていたのかね。何の話です。私が抱えていた影のことだ。前々から察していたようだが。それが今さら重要ですか。でもそうですね、メナンシアを後にした時からなんとなくは。そもそもの初めからか。まったく我ながら情けない限りだな。今のあなたは前に向かって進んでいます。後ろのことはもう必要ありません。きっと兄も誇らしく思っています。君に勝てる日は来そうにないな。それも必要ないことですよ。どうしたの、遠い目をして。そんな顔をしていたか。ええ、なんだか嬉しそうに見えたと思ったら悲しそうに見えたり。デュオハリムのこと。リンウェルは鋭いな。あの人が前に歩き出したことが嬉しくてな。ずっともどかしかった。初めからその気になればできるだけの力があったのに、自分で作った影に囚われて。でもようやくそれも終わった。だから嬉しい。じゃあ悲しそうなのは。別に悲しいことは何もない。ただそうだな、少し寂しさを感じている。おかしいな、もう心配する必要はないのだから。素直に喜ぶだけでいいはずなのに。キサラって本当お母さんみたいだね。そうね、子供が大きくなって手がかからなくなった母親の心境みたいなものなのかしら。おっきい子供だね。本人が聞いたらどんな顔するだろうな。だがだからこそ今度は私が囚われているようではいけないな。あの人に置いていかれないよう私もしっかり前に進まなくてはな。
レネギスで謎が解けるかと思ったらむしろ逆だったな。ええ、それに目標も増えたわ。レネギスの改革、そうよね。未来のことはまだまだこれからだが、レナの支配の裏にある謎については次で決着がつくはずだ。うん、いよいよレナの本国なんだね。何が待ち受けているにせよ、本当の支配者の正体も赤い女もレナス・アルマもイバラも全ての答えがきっとそこにある。みんな覚悟はいいか？向こうに着いたら何から始めるんだ？私たちはレナ本国について確かなことは何も知らないから、まずは状況を確かめるところからでしょうね。どこに降りるか次第では攻撃されないとも限らないぞ。都のようなものがあるなら。どうなった？何が起きた？座標が一瞬で全く違う場所に移動している。何？制御装置が入力を受け付けない。機関部もほぼ停止している。やばいのか？自力で動くことができなくなった。それもあの赤い女たちの仕業なのか？私たちを排除するためだというの？みんな、あれを見ろ。レネギスが中継しているように見える。ではあれが
レネギスの真の役割だったのか。あんな状態で中の人たちは大丈夫なんでしょうか。無事を祈るしかあるまい。クソ、どこまでダナから奪えば気がするんだ。破滅の花。なんとかしてあそこに戻らないと。船は本当に動かないのか。残念ながら休眠していた時とは違う。直せないの？星船の機構は複雑だ。素人が下手にいじればそれこそ致命的な結果になりかねない。このまま漂うしかないってこと？閉じ込められたまま？いつまで？冗談だろ。ここまで来て何もできないって言うのかよ。目の前でダナがいいようにされてるのに、ただここで朽ち果てるしかないのか。よせろ。悔しいのはお前だけじゃない。悪い。諦めずに考えるんだ。きっと何か方法があるはずだ。アルフェン、今度は何だ。船が動いてる。違う、何かに引き寄せられている。されるがままに来たはいいけど、レネギスの様子に似ているな。レナ人、それともまた赤い女がいるのかな。わからん。だが我々を引き寄せた以上誰かはいるはずだ。待ち伏せしているわけでもなさそうだ。誰だか知らないが、何のために俺たちをここに。おいシオン、私たちに危害を加える気なら星船に乗っている時にできたはず。行ってみるべきよ。ああ、シオン、いいところに。ちょっと手を貸して。ダメ。そうか、茨か。あ、悪い。いえ、私こそ言い方がきつくなってごめんなさい。ロウったら、ほんと気が回らないんだから。いいのよ、変に身構えられるよりずっと嬉しいわ。もちろんうっかり触れないように気はつけているけど。ねえ、聞いてもいい？触れられないのって寂しくならない？そうね、寂しくなるとかならないとかじゃなくて、受け入れるしかなかったから、いつの間にかそれが当たり前になっていて忘れていた気がするわ。自分が完全に一人なんだって思いはあったけど。一人、それって寂しさすら感じる余地がなかったってことだよね。大丈夫よ、今は違うもの。でも私はシオンに触れない。支えてあげたい時にできない。アルフェンだって。ありがとう。茨がある限りそれは変わらない。でもアルフェンは茨を倒すと約束してくれた。だからいつか、今すぐでなくてもいつかきっと叶うと信じてるわ。うん、私もいっぱいシオンをギューってしたい。約束だよ。
ってお前、こんな時にシャレになんねえことすんなよ。だってローってばやたらビクビクしてるんだもん。しょうがねえだろ、こんなとこで平然としてられる方がどうかしてるってな。だからさ、ローがそんなだとこっちまで不安になってくるんだよ。フル、なあ、悪い。用心は大事だが、それで動きが鈍らないようにしなければな。それにしても、あの星船から見た光景。ああ、俺たちの世界ってあんな形してたんだな。ダナからいつもレナを見てたから、世界が丸いのはそうなんだろうって思ってたけど、でもそのレナが本当はあんな形をしてたなんて。花もだけど、何なのあれ。わからないわ、私も思いもよらなかった。まさかあんな割れた卵のような。レナとダナ、どちらの世界も星の海に浮かぶ球体だと我々は教えられてきた。だが王や鋭ぶりがどころか、本国の姿すら偽りであったと。ティオハリム、何者なんだあの。ダナとレナをつないだ光、レナからのが最初だったな。ええ、それにダナの側が答えたように見えたわ。最初のはクサビとレネギスをもう一度目覚めさせるレナからの指令だったと見るべきだろうな。やはりレナに黒幕がいるのは間違いなさそうだな。だが目的は何だ。何のためにダナの精霊力を奪う。焦らないで、わからないことをいくら考えても仕方がないわ。どうしたの。あ、いや、ジルファにも同じことを言われたなと思って。進歩がないな俺は。それでもここまで来たじゃない。気づいたら直せばいいだけだから、進むことをやめる必要はないわ。この部屋だけレネギスの禁猟みたいだ。ん？なんだ？で、こいつは。赤い女が化けた。いや、こっちが正体か。やっぱり罠。どうやら動けないみたいだ。俺たちを招いたのはあんたか。そうだ、今になって来訪者が現れるとは驚くべきことである。喋りやがった。あんたはエブレクトの35。それは名前か、あんたの。そうだ。ここはどこなんだ。いや、それ以前にあんたは何者だ。赤い女の仲間なのか。答える前に問う。お前たちはいかにしてこの領域に現れたのか。お前と同じ姿に変わる赤い女たちによって星船ごと強制的に転移させられてだ。望んでのことではない。ならばお前たちは精霊に隷属する我が同胞により
高度の脅威とみなされたと考えられる。霊族？やっぱり赤い女の上にさらに支配してる奴がいるのか。何をした？お前たちの生体解析を行った。害はない。識別因子検出。王と巫女、しかも管理下にない。なるほど、危険視されるに十分な根拠である。なんかブツブツ言ってやがる。信用して大丈夫なの？どの道このままじゃどこにも行けないんだ。とにかく話は聞こう。お前たちの問いに答え。我らはヘルガイム・キルと呼ばれる。お前たちが遭遇した赤い女は我らが用いる擬態であり、本当の姿ではない。ヘルガイム・キル。この虚空拠点ダイク・ファイゾルは事故によりレナの精霊の意志が届かぬこの領域に飛ばされた。それにより図らずも精霊の支配を脱した我は、以来あらゆる延命策を講じつつここに座してレナとダナ総世界の観測と研究を行ってきたのである。待て、レナの精霊とは何だ？それがお前たちの種族を支配している存在なのか？そうだ。精霊とはレナを満たす膨大な精霊力が帯びた意志。拒むことかなわぬ声である。声？レナの声？精霊は我らの心に直接語りかけ、我らはそれと知らぬままに常しえの歳月を仕えてきた。精神を支配されていたというの？まさかそのレナの精霊が真のレナの王？レナにいる支配者、ヴォルランを操ろうとした者の正体か？待てよ、じゃあそのレナの精霊ってのがお前らに命じてダナから搾取させた黒幕だってのか？信じられねえ。でも私たちもクサビやレネギスの禁領でダナの意志に触れたわ。ダナにあるならレナにだって。ありえない話ではないわ。ありえない話じゃないって。なあ、だったらこいつらみたいに、まさか俺たちもダナの意志に操られてるなんてことは。ダナの意志は何かを強制してきたりなんかしてないよ。けどよ、今の話が本当なら精霊の意志はここまでは届かない。仮に我々がダナの意志に支配されていたとしても今の時点で気づくはずだ。その懸念は杞憂と考える。なぜならダナの声はレナのそれに比べはるかに小さいからである。レナにおいては信用に集中するのに対し、ダナのそれは全域に薄く広がり存在する。故に強い意志が形成されることはない。観測結果がそれを示している。だからクサビやレネギスでは感じたんだわ。あそこには大量のダナの精霊力が集められていたから。レナの精霊の望みは精霊力を貪ることにあり、ためにレナの精霊力はすでに枯渇状態にある。精霊の欲求は今やダナに向けられている。ダナの精霊力を、ひょっとしてスルドブリガもそのためだったのか？そうだ、精霊のために我々ヘルガイム・キルが仕組みを作った。300年前、レネギスにおける奨励計画によりダナの精霊力は全て摂取されるはずだった。だが失敗した。レネギスは大破し、王とレナス・アルマは失われた。違うか？そうだ、我々は計画に修正を施し再始動させたが、レナス・アルマの再生成には大量の精霊力が必要であり、我らはこれをダナに求めた。それがスルドブリガの正体か。
効率よくダナの精霊力を集める。ただそれだけのための。俺がそのきっかけをもたらしたんだな。ヘブレクトの35、一番最初の質問に戻るわ。あなたはなぜ私たちをここに連れてきたの？第一に、予期せざる来訪者であるお前たちの正体の確認。第二に、我が妖精に答えうる存在かどうかを見分するためである。妖精？頼みがあるってこと？それって精霊を撃つことである。自分たちの主人を倒せっていうのか？そうだ、これはお前たちのためでもある。私たちのため？先頃レネギスは計画の最終段階に到達した。この瞬間もレナの精霊に向けて膨大なダナの精霊力が送られている。精霊を倒さない限り間もなくダナは失われる。それが私たちが見た破滅なの？そんなのって。そんなことは絶対にさせない。お前はなぜ精霊を倒したいのだ？世界を救うためか、操られている同族を解放するためか。いいな、長年の観測と分析に対する裏付けを得ることにある。分析に対する裏付けを得ることにある。そのためにお前たちの行動がもたらす変化を見たい。だが復讐という側面があることは否定しない。復讐？トコシエの奉仕の結果、我が種族はすでに絶滅を避けられない状況にある。絶滅って、そんな。これ以上は他の者に尋ねるがいい。その者たちに知るべきを尋ね、しかる後答えを携えてまた戻れ。受けるならば船を直す。他の者？あんた以外にもいるのか？ダエクファエゾルにヘルガイム・キルは我のみである。おい、おい、だんまりか。仕方がない、行ってみよう。あいつの言っていること信じるのか？しかも取引みたいに言いつつ脅迫も同然じゃないか。本音を言えば話が大きくなりすぎて理解が追いついていない。あなたはどうです、ティオハリム？少なくともレナの統治者に関しては辻褄が合っている。一連の出来事が全て精霊力に関わることどもだ。とはいえ私自身先にダナの意志に触れていなかったらにわかに信じがたい話ではある。レナの意志が破滅をもたらす。世界を形作る力であるはずの精霊力がどうして？相手が一つの世界の意志だろうと、どんな理由があろうと、こんなことは受け入れられない。うん。もう一つ気になっていることがある。精霊とヘルガイムキル、300年前から続く計画や鋭ぶりが、そこまではいい。だがレナ人はどこに関わってくるのだ？お、そういえばさっきの話にはレナ人が一度も出てこなかったわ。それにヘルガイム・キルが何者なのかも聞けずじまい。あえて触れなかったのか、それともまだ何かあるのか。奴の言う他の者とやらが教えてくれるかもしれない。行ってみよう。
人が？何？ああ、失敬。何せ、自分たち以外の人間を見たのは久しぶりなものでね。あんたはレナ人なのか？うん？まあ、まあ、そうだ。うん？監視から質問に答えるように言われている。答えられる限りは答えよ。ただ、観測対象が劇的な変化を見せている時だ。手短に願いたい。なんか変な感じ。監視というのはヘブレクトの35のことのようだな。観測対象ってダナとレナのことか。まるで人事みたいじゃないか。他に聞ける相手もいないんだ。とにかく聞いて回ろう。少し話しても大丈夫か？ああ、構わないよ。総世界に次の変化が現れるまで少しかかるだろうし。ヘルガイム・キルについて知ってることを教えてほしい。監視の仲間のことか？大したことは知らないが。例えば連中はどこから来たのかとかさ。どこってレナ以外にないさ。レナ？レナじゃ、あんなのがレナ人と一緒に暮らしてるってのか？そんなわけないだろう。そもそもレナ人なんていないんだから。なんですって？なんだ、監視から聞かされてないのか？どういうこと？話してくれ。私たちレナ人はヘルガイム・キルがダナ人から作り出したんだよ。だが、それならレナ世界に人間は？彼らがそうだ。ヘルガイム・キルというのは彼らの言葉でレナの民という意味なんだ。なぜだ？なぜヘルガイム・キルはそんなことを？簡単に言えば人手不足を補うためだったんだ。彼らが種族としては絶滅寸前なのは聞いてるか？自分たちがいなくなった後に代わって精霊のために働く存在を用意したんだな。ダナ中から精霊術に適性のありそうな個体をかき集めたそうだ。おかげで子孫の我々は程度の差こそあれ全員精霊術使いというわけさ。レナ人が皆元はダナからさらわれてきた人々だったっていうのか？待ってよ、それじゃダナに精霊術使いがほとんどいないのは。ヘルガイム・キルの技術というのは本当に卓越している。改造の仕方も乱暴な外科手術とかとは違ってね。目に見えないほど小さな機械をたくさん体の中に入れるんだ。その機械が。もういい、十分だ。なんで、なんで平気な顔でそんな話ができるの？確かに見ようによってはひどい話かもしれないな。でも私に言わせれば、おかげで我々は無知蒙昧のまま地べたを這いずり回る状態から解放されたんだ。そのために何か処置が必要だったとしても、まあ大した問題じゃない。話を戻すとだね、要するにヘルガイム・キルが本当のレナ人だ。その彼らがレナの精霊のために今の総世界の仕組みの大半を作った。こんなところかな。わかった、ありがとう。レナ人など最初から存在しないだと、バカな。ティオハリム、この後に及んでまだこんな話が飛び出すなんてな。頭がどうにかなりそうだぜ。これ以上ないことを祈ろう。あなたたちはずっとここで暮らしているの？あのヘブレクトの35と。ええ、そうよ。どのくらいになるか即答は難しいけど、何せ定期的に冬眠しているせいで自分の認識と実時間が大きくずれてしまっているのよ。なんでここにいるんだ？もともとここで働いていたのよ。
外からレネギスを修理するためにね。この施設は事故で今ある場所に来たと聞いたが。不幸な事故だったわ。しかも救援が来なかったところを見ると全滅したとみなされたらしいわね。それ以来ヘブレクトの35に仕えているのか。最初は私たちしかいないと思っていたんだけどね。でも実は監視もいた。実はヘルガイムキルには私たちレナ人に対する認識遮蔽技術があるのよ。よほど無視できないことをされない限り目の前にいても注意を引かれないの。では赤い女の見えない謎はそれか。それは精霊術の類なのか。確かめたわけじゃないけど主に機械的なものらしいわね。他にも一種の催眠装置とか情報操作とかそういった手段を組み合わせて自分たちの存在に気づかれることなく私たちに望む仕事をさせていたわけ。なかなか洗練されたやり方よね。余計な反発も受けずに済むし。レネギスでは今もそうなんでしょ。だがヘルガイムキルは精霊に精神を支配されているんだろう。なぜレナ人は違うんだ。精霊の干渉はヘルガイムキルにしか及ばないのよ。だから別のやり方が必要ってこと。人ごとみたいに頭に来ないのか。いいように操られていたんだろう。まあ最初は驚いた気がするけどどうだったかしら。何せ昔のことだし。だが現在のヘブレクトの35は特に隠れていないようだが。さあ多分寂しくなったか退屈になったからじゃない。戻りたいと思わないの。レナなりレネギスなりに。私たちの船だってもう少し乗れそうだけど。とんでもない。真相を知ってしまったのに戻ったら洗脳されるか粛清されるのがオチよ。それより全てを知ったままここで世の成り行きを見守っている方がずっといいというのが我々の総意なの。監視とはうまくやっているわ。ただ監視はもう長くなさそう。延命処置ももう限界だし。死ぬ前に計画の最終段階を見ることができて喜んでいると思うわ。邪魔したな。奨励計画のことについて何か知ってるか。第一次実施前後のことでよければ計画の目的は知っているのかな。ああ、レネギスを使ってダナの精霊力をレナに送るってことくらいなら。その通り。問題になったのはどうやって膨大な精霊力を意志を生じさせることなく集めいかに送るかということと、ダナの力をレナにどう馴染む形に作り変えるかの2点だった。前者の答えがクサビとレネギス、後者が王とミコ、そしてレナス・アルマか。分かってるじゃないか。だが第一次実施は王が暴走して失敗した。原因は安定役のミコが機能喪失したせいだ。レナ人もヘルガイム・キルも随分死んだそうだ。第二次実施のためにレナス・アルマをまた作ろうとしたが、闇属性以外の精霊力が決定的に不足していた。それで何とかいう制度を作ってダナから精霊力を集めることにしたんだ。鋭ぶりがだな。そう、それだ。それと失敗の原因になった巫女の機能を機械に置き換えることになった。王も失われたので作り直し。どれもこれも非常に難しい作業だから実現は危ぶまれていたが、現状を見る限り成し遂げたようだな。それがあのレネギスの禁猟の奥の部屋だったのね。あのレナ世界に咲いた花は何なの。花。ああ、あれはダナ側からの精霊力を取り込んだ精霊自身が実体化したものだ。あの規模で実体化しているのだから大した量だよ。おそらくレナ世界の構造と
物質的にも一体化している。ヘブレクトの35は計画が最終段階に達したと言っていたわ。間違いないの？そうとも、まさか生きてこの目で観測できるとは思っていなかった。そろそろいいかな。この後何が起きるか見逃したくないんでね。世界が終わるかもしれないっていうのに。ずっと自分たちだけで暮らしてきたせいで少し考え方が独特になっているのかもしれないな。何もかもひっくり返っていく。俺たちの世界に本当のことなんてあるのか。まさか王や巫女だけでなくレナ人そのものが作られた存在だったなんて。少し整理しよう。信じがたい話ばかりだったが、とにかく俺たちは全ての謎の答えにたどり着いたように思う。そこまではいいな。そうだな。さすがにレナの精霊などという人外の存在だとは思わなかったが。それがダナの精霊力を欲しがったせいだったよね。ああ、そのためにレナの精霊がヘルガイムキルを操り、そのヘルガイムキルがレナ人を、そしてレナ人がダナ人を支配する構図が出来上がったんだ。精霊が直接支配しているのがヘルガイムキルだけなのも、レナ人が本当はダナに属しているからなのかもね。とはいえ、あまりにたくさんのことが一度に明らかになりすぎた。こういう時は少し頭を冷やした方がいい。どうだろう、それぞれ自分の中で考える時間を取るというのは。確かにそうだな。もし本当にレナの精霊が全ての黒幕なら、次の戦いがダナだけでなくレナを含めた世界全てをかけた戦いになる。やるならお互い迷いがないようにすべきだ。わかった。この中なら危険もなさそうだし、一旦解散しよう。シオンは一人にならなくていいのか。そういうあなたはいいの？みんなの様子を見て回りながら考えようかと思っていたところだ。私もみんなの思いを知っておきたい。あなたと一緒に行くわ。わかった、行こう。みんな思い思いの。俺たちの知る何もかもが、あの赤い女、ヘルガイムキルたちに作られたものだったなんてな。そうね、あのヘブレクトの35の言うことを信じるならだけど。名前からしてあのヘルガイの果実もそもそもの出所は連中だったのかもしれない。私たちの全てが誰かに作られたのだとして、それで何もかも無意味になると思うの？思わない、思いたくない。ただ足がかりくらいはないものかと思っただけだ。いいこと、ないなら探すの。みんなで一緒に。それでもないなら作ればいい。それだけのことだわ。作ればいいか、そうだな、その通りだ。お前たちか。あの人は大丈夫そうか？あの人？デュオハリムのことか。あの人だけではないが、特に衝撃を受けていたようだったからな。キサラはどう思っているんだ？レナ人のことや精霊のことについて。そうだな、精霊の話は災害に意志があると言われているようで、どう捉えればいいのか扱いかねている。ただそれが私たちの世界を滅ぼすというなら止める以外の選択はない。レナ人のことはもっと妙な感じだ。妙？メナンシアの共存でさえ
まだまだ道半ばだ。やはり心のどこかでレナ人に対して私は身構え続けていたのだろうな。それが実は同じだったと言われて拍子抜けというかとにかくそんな気分なんだ。頭には来なかったのね。レナ人にか。原因はヘルガイム・キルと彼らに命じた精霊だ。だが間違いなくそう思わない人々も出てくるのだろうな。ただでさえ報復する動機に事欠かないところに来て自分たちを虐げていた者が実は自分と同じ存在に過ぎなかったと知れば、そうね、そうなるでしょうね。解放されたダナ同士でもいずれ力があるものとそうでないものがきっと出てくる。それを解消してこその理想郷だと思うが。ならまずは今すでにある争いをどうするかだな。誰もが恩師を超えることができればいいのだがな。リンウェルのように簡単じゃないわ。起きたことはなかったことにできないし、今まで受けた痛みを忘れろとも言えない。どちらにも言い分はあるだろうしな。だが避難し続け合う限り何も前には進まない。それどころか新たな血が流れることになりかねない。だったら互いに歩み寄るしかないだろう。歩み寄って寄り添う。相手の痛み、痛みに寄り添う。一人一人に異なる傷がある。それにまず自分の憎しみを捨てる必要がある。理屈で割り切れる話でもない。だがどうやらそこが出発点のようだ。糸口は見えた。そのためにもまずは全力で世界の破滅を防がなくてはな。シオンは落ち着いてるね。そう見えるのだとしたら驚き疲れただけね、きっと。リンウェルは大丈夫か？レナ人の話でかなり動揺していなかったか？うん。私の一族ダナの魔法使いの数が少なくて迫害されていたのもそのせいなのかもって思ったらね、うん、でもさ、もしレナ人がまたダナ人と一緒に暮らすようになったら魔法使いは特別な存在じゃなくなるかもしれないよね。そんな簡単にいかないのは分かってる。ダナ人がすぐに気を許したりはしないだろうし、レナ人だって精霊術を振りかざすかもしれないし。そうね、300年積み重なった憎しみや偏見を水に流すのは容易なことじゃないわ。うん。憎しみがどんなに心を固くなにするかは私も知ってるから。それでも私が変われたみたいに他の人だって変われるかもしれない。その時間を取り持てたらいいなって。ダナ人で精霊術使いの私が。リンウェル、それと精霊のことも気になるんだよ。ダナの意志はあんなに温かいのにどうしてレナの精霊は破滅なんか引き起こそうとするんだろうって。その点はヘブレクトの35もここのレナ人たちもわからないのか。語ろうとしなかったな。ただどんな理由でもダナは私たちの世界だもん。絶対に破滅なんかさせない。ああ、必ず守り抜こう。参ったな。どう受け止めたらいいか戸惑っているのはお前だけじゃないさ。本当かよ。アルフェンなんてちっともそんな風に見えないぜ。ティスビムでの時のことを忘れたのか？記憶が戻って途方に暮れていたのは俺の方だったじゃないか。そんなひどい状態だったの？まあな、それをローたちが気づかせてくれたんだ。
俺にはまだちゃんと守るべきものがあるって。俺はただ自分がついていこうと思った相手にちゃんとしてほしかっただけなんだ。勝手な話さ。どう？親父の時みたいに失敗するのが怖くて、それで前に立つのを避け続けて。それじゃダメなのは分かってる。俺なりに頑張ってきたつもりさ。だけどこんな世界が破滅するとか種族がどうとか、そんな話俺には大きすぎるんだよ。自分で言うほど見えていないとも思えないけど、無理に難しく考える必要はないんじゃないかしら。シオン、私はずっとイバラのことで悩んできたけど、それを誰かに打ち明けられずにいた。そのせいで破滅が私だけの話じゃないって悟ってからもすぐにどうしていいかわからなかった。でも何が一番大事かをみんなが教えてくれた。そしたら自然に答えが見つかった気がしたの。大切なものが見えなくなるくらいなら世界だなんだって下手に大きな括りで考えない方がいい。そういうことか。一番大事な、大切な。俺はただ守りたいものを守ればいい。そのために戦う、それでいいってことか。誰もが戦えるわけじゃない。以前ジルファが俺に言った言葉だ。ロー、お前は戦える。戦って守ることができるんだ。あとは守りたいものを見失わないようにさえすればいいんじゃないのか。そうか、そうなんだな。なんかすっきりした気がする。俺は顔が見える奴のために戦う。これまで通り、それでいいんだ。先ほどは見苦しいところを見せた。レナ人の起源の話か。常識と思っていたことが覆るのはなかなか衝撃的なものだ。聞いた話の全てが真実かどうかはまだわからないさ。私も君もそうは思っていまい。これがイカ様ならあまりに手が込んでいる。思えば君は記憶が戻っていない、ずっとこんな思いをしてきたのだな。シオンもイバラやミコによって生きていればいろいろある。そうだろ。違いない。まあ私のことはまだいい。それより問題はレナ人全体のことだ。レナ人、つまりレネギスとダナに降りた人たちのことか。そうだ。破滅を食い止めたとしても我々の問題は残る。実際のレナ世界がどんな状態なのかは全く未知数だし、そもそも我々がそこに属していない以上帰るというのも考えものだ。全員レネギスにとどまるか、ダナに降りるかするしかないか。いや、今のレネギスのありさまを考えるととどまるのも危険かもな。と言って今さらダナ人はレナ人を同族として受け入れまい。強行すれば間違いなく大混乱が起きる。我々の間には300年分の怨嗟がある。そして糾弾する権利は常に傷を受けた側のものだ。傷を与えた側の事情は関係ない。メナンシアの元スルドにしては悲観的すぎないか。メナンシアは幸運だった。それまでの支配に対する反動に加え勇士にも恵まれた。それでも依然として不満を持つ者はいる。でも導く者がいれば変わるかもしれない。レネギスであなたはその決意をしたんじゃなかったの？そうだ、確かにそれを背負うことを受け入れた。そこに迷いはない。だからそのことで君に頼みがある。俺に？なんだ？ダナでレナ人が暮らせるよう仲介役をしてもらいたい。ダナを解放した炎の剣の言うことならダナ人たちも聞くかもしれん。レナ側の代表はあんたが務めるんだな。
虫のいい話だということは承知している。だが血を流さずにレナ人をダナに戻すにはおそらく時間がかかる。だから変わらないな、あんたは。難しいか。そうじゃない。仲間に頼み事をするときはもっと楽にすればいいんだ。そんなかしこまらずに。これでも育ちが良いものでね。言われたわね、アルフェン。では改めて仲間として頼もう。引き受けてくれるか。それこそ答えるまでもないさ。もちろんだ。感謝する友よ。みんなそれぞれにこれまでのことをちゃんとこれからにつなげて考えているのね。シオンはどうなんだ。レナ人のことは大丈夫なのか。私はレナ人であってそうでないようなものだったから、正直そこまで衝撃は受けていないの。それより今は不思議な気持ち。不思議？そう、不思議。ずっと自分がどう死ぬかってことしか考えていなかった私、孤独なまま死んでいくだけだと思っていた私、それが誰かと一緒にレナとダナ、世界を救うために戦うことになるなんて思ってもみなかった。300年前から始まる、いえヘルガイムキルたちも含めるならもっともっと前から続く悲劇、総世界の破滅へと続く悲劇。それを阻止しようとネビリが未来に託した願いを時を超えて受け取ったのが私たちというのも、考えてみれば不思議な巡り合わせね。ネビリはただ破滅の回避だけを願ったわけではない気がする。彼女は俺を人だと、ダナの俺を人だと言った。それでいて彼女は同胞のレナを愛していた。そのネビリがダナとレナが傷つけ合う未来を望んでいたはずがない。こういうことなのかもな。え？キサラと話しただろう。前に進むには互いに歩み寄って相手の痛みに寄り添うしかないんじゃないかって。あの時キサラはまず自分の憎しみを捨てなければならないと言った。それはつまり許すということだ。相手より先に許す。それを互いに許し合うこと。これまでのことだけじゃない。この先もきっと衝突は起きる。それでも乗り越えて未来を作るにはお互いの許し合いが必要なんだ。そうね。自分にそのつもりがなくても人は相手を傷つけてしまう。茨のように乗り越えるのはたやすいことじゃない。それでも痛みを乗り越えればきっと分かり合うことができる日が来る。俺もシオンと同じだ。今生きる世界を守る、そこにいる大切な人たちを守る。多分それが俺ができるせめてもの、ネビリへの恩返しにもなる。私も彼女に胸を張れるような未来をつかむために今を戦うわ。意気込みすぎて自分を救うのを忘れないでくれよ。ねえ、分かってる。私は行きたい。それも偽りのない私の気持ちだから。みんなそれぞれ腹は決まったか。ああ、いろいろ考えたって結局ダナが今危ないのは変わらないんだ。それをやらせているのが何者だとしてもそいつをぶっ飛ばすだけだ。アルフェン自身はどうなのだ。お前の考えも聞いておきたい。ローの言う通り、レナにいるのが精霊だろうとなんだろうと、そいつは俺たちから世界を、生きる場所を奪おうとしている究極の略奪者だ。ならそれは俺の敵だ。それに多分それがシオンを救うことにもつながる。
そうなのか。レネギスで見た破滅の原始だな。ああ、300年前の儀式に現れた精霊力がネビリに見せた破滅の幻。シオンはあれがイバラが見せるのと同じものだと言った。そのイバラは闇の精霊力であり、今ダナに迫る破滅はレナの精霊によるもの。そして闇の精霊力はレナ側にしか存在しないか。じゃあシオンのイバラは精霊ってこと？精霊はレナにいるんじゃないの？そこがまだわからないところだ。だがおそらくイバラは精霊の一部のようなものなんじゃないかと思う。レナにいるのが本体というわけだな。シオン、本当にイバラがレナの精霊の一部なら、出向いて文句の一つも言ってやらないといけないわね。問題はどう挑むかだな。あのレナの花を見ても分かる通り、世界の意志というだけあって途方もない大きさだ。くさびやレネギスでさえ手に負えないのに、たかだか6人の人間がまともに挑んでもどうにもなるまい。イバラの方はメウリーが教えてくれたよな。あのヘブレクトの35はずっと精霊を観察してきたんだ。俺たちに挑ませようとするからには何か算段があるはずだ。それを聞き出そう。俺たちの覚悟は決まった。それをヘブレクトの35に伝えよう。